トイプードルの警察犬。警察犬といえば、シェパードなど、たくさんの大型犬が活躍しています。茨城県、県警では、小型犬のトイプードル、アンズが2016年から食卓警察犬として活躍しています。 食卓警察犬とは、警察ではなく、一般の家庭で飼育、訓練している犬の中から、警察の審査に合格した犬のことです。トイプードルのアンズちゃんは生後3ヶ月の時に、 言うことを聞かないという理由で飼い主に捨てられました。保健所で殺処分される寸前に今の飼い主である鈴木さんに引き取られました。あんずちゃんは鈴木さんの自宅で 訓練を受けている4匹のシェパードと仲良くなり、シェパードたちと一緒に訓練を受けるようになりました。アンズちゃんの得意は小さな証拠の発見です。今では 現場で強盗未遂事件の証拠品を見つけるなど大活躍しているようです。